まあ、これは実はエンジン自体はノーマルですので、はい、ただレース用にはなってます。あ、足が全然違う。足とそうですね。おまあ大体100キロぐらいですね今ね。120、140で、まあ4速伸びきらないぐらいですね。まあビッツですけど、うん、こうレースに出れる車だということですね。すごいな。はい、まあ、なんとなく動き的に、うんうん、まあスピードは出てますけど怖いっていうよりはわこんな感じかっていう怖さありました。怖さはない。怖くはない、うん。